です。まもしです。こんにちは。こんにちは、チャンネルティオルです。今日はね、はい、ちょっともう最速っすね、これ i65 どう見ても i65 タイプ2ですけど、それ i65 やったらどう考えても最速ではない最遅VF、うん、はい、とあるプロにお借りして打てることになりましたので、ちょっとレビューしていきたいと思うんですけど、まずはちょっと振動数ですね。そうですね、取っていきたいと思ってます。で、聞くところによると GP に近いんじゃないかと。ちょうど廃盤になったから、うん、いいタイミングで。なんかでも GP より少し手元でしなるんじゃないかって言ってたけど、ちょっと怪しいっすその情報が。で、まあ、だいたい、まあ、見た目通り黒い部分ぐらいまでしっかりしてるんかなと、うん、でしましまんとこでしなるみたいな、うん、そんなイメージかなというシャフトですね。ちょっと i65 にそっくりなんで、いつか比較したいなと思ってるんですけどまあ今日はね、ちょっと最速レビューということで、はい、早速データの測りたいと思います。はい、では早速ステールスーツ初めて、早速って初めて聞いたかもしれない。もうもしかしたらどうしたらいいか分からなかったあれ黙っとくか一回一人で僕ら黙っとったら勝手に進めてくれそうですね今後。しかもこの間も一人で突っ込んだし、自分でちゃうわとか言ってバランスはい、じゃあ計測していきたいと思います。はい、ヘッドがステールス2プラスです。はい、長さが 45.25 です。はい、5S 測っていきます。はい、309シダヨって書いてます。もやここに。じゃあテスト中なんでしょうね。うん、バランスが D3。D3、はい、出てるな、えらい。めっちゃ重い。重いな。うん。ステルス2プラスってやっぱ重いんか、ちょっと。197g ぐらいあるんで。重いかもな。はい。いやめっちゃ硬い。260は絶対ある。264ぐらい。5、4。そんなに。ちょっと待って、何その笑う。むっちゃ硬いですよ、でも260いきます。はい、258。あら、どういう、あ、え、いや、もうちょっと硬く感じ、ちょっと下手じゃん、ごめんごめん、下手じゃない。あら普通、まあまあちょい肩ぐらい、ちょい方ぐらい、まあ、バランスちょっと出てるんで、あ、なんか260ぐらいのイメージで、はい、はい、ちょっとなんか納得できんな。しかも260って言った後に260ぐらいでなんかイメージしてもらえると分かりやすいと思います。はい、じゃあ打っていきます。はい、じゃあ VF5S 打っていきたいと思いますなんかやっぱベンタスとか天性にこう当ててきてるっぽいけどな。あ、でも先端めっちゃ硬いです。うん、カチコチって感じです。素材があの何やったっけ、トーレの 1100G と M40X、 よく聞く高いやつですね。高断性ではないんやろな、多分価格帯的に。ああ、高断性もうちょっと高くなるんや。うん、高くなるんやと。価値つけてきます。うん、でも結構硬いからハードヒッターには良さそう。うん、うわー最悪。うわ、でも左行けへんのや。真左は思いました今。飛ばへんけどな。12度。もう一回打ってみる。はい、めっちゃ左行ったと思ったけど、あれなんですね、グラファイトって前の前 UB 出てC9 出たから交互に出してるんですかね、なんか。そう、先元先元みたいなイメージで出してるみたいよ、交互に。僕も知らんかったんやけど、全部中って書いておるから。確かに全部中うわ、まあでもこれやっているやろうな。うん、うん、お、え、お、
え悪くはないけど、なんかいや、良くない、むしろ、なんかえヘッドが悪い、開けない、もっと良くなりそう、これで、あ、ヘッド変えたら、なんかね、しなり方は悪くないです、すごいいい感じというか、信頼して触れそうな感じやのに、数値はいいですよね、この数値なかなか出えへんで、多分なんか元系のシャフトで43で260ぐらい飛ぶってなったら、なんかいいっすよ、やっぱそのグリップ下ぐらいからしなってる感じ、赤いところがやっぱりもろに、はい、黒になったらやっぱ硬い、はい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 、だからこの黒のとこに 1100G と M40X 巻いとんかなぐらいのイメージです。あー、どうなんやろな、全長なんですか、剛性が高くしてるのは間違いないやろな、黒い部分を、あえてなんかそうしたんやろな。グラファイトって DI もあるじゃないですか、DI はもうちょっとなんか全体がこういうイメージあるんですよね、オレンジやからね、あれは、あ、色でやっぱりやってると思うで、うん、こうなんかこれはもうちょっとなんかまたこの辺はしなるなっていう感じがあります、だから間がちょっと取りやすい気はします、ね、だから GP と I65 を足して2で割って3で引いた感じ、3で引くんその3は一体何やったんや、ちょっとモモシ乗ってもらって、はい、モモシ合わんで打つないから私も 5S 打っていきます、はい、私は合わないかもです、ね、合わないです、間違いなく間違いなく、はい、だってベンタスブラックとか歌うんやろ絶対、はい、天性のオレンジとか歌へんやろ、はい、そういうこと、そういうこと、じゃあ私は来年に期待、来年に期待ですね、めちゃみんや、あ、合ってないやっぱり先見の明で、もうもろやな、フェードでこのスピン量、いや、じゃあももしんや少ないね、少ないです、これは2000はももしは最低2500ぐらい、そうやな、さっきのレオンくんぐらいのデータでこな厳しいかもしれん、もう一回打つ、はい、お、結構いいぞ、強いよ、アジャストしてきたか、おっちょっと飛んだけど、まあ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 、なんか今のあたりやったらもうちょっと、まあまあいつも通りやな、やっぱ低スピンやな、出ないですね、やっぱ硬いんやろな、でもほんまにここがしなってるっていう感じです、どれぐらいしなる、結構しなる、いや、ちょっとちょびっと、はい、私はあんまり働いてない感じはある、ぐらい。B やだからそれ。いや、もうでもね、ほんまに。どれぐらい？どのシャフトぐらい？あ、そういうこと？うん。まあ、ベンタスで言うと、TR ブルーほどは行ってない気する。どっち？ TR ブルーの方が若干動く気はする。ああ、そういうこと？うん。ブラックは？ブラック…よりか、通常のブラックよりかはこっちの方が動く気がします、で TR ブラックになるともうちょっとなんかまったりしてるというか、間が取りやすい感じあるから、 TR ブラックはだから TR ブラックと普通のブラックの間ぐらいなイメージですね、あ、なるほどな、なるほどな、あとはもうカラーリングの好みかな、まあステルス使ってる人はそれはめっちゃマッチしてます、色はね、はい、なるほど、じゃあちょっと次ヘッドいろいろ変えてやってみますか、はい、せっかくなんで、ね、借りれる間いろいろ取って、確かに借りてから、はい、せっかくなんでこの後、はい、次の動画、はい、次の動画かもしれませんがこの動画が参考になったよって方はぜひチャンネル登録と高評価お願いします。 VF 予約受付中ですので、自社サイト、ヤフーショッピング、楽天市場からご購入ください。ありがとうございました。